はどうしたの？スー、色を変えようと思ってるんだ。何の色？何じゃなくって、僕の色を変えてるの。お風呂に入ると変わるの？友達は尻尾の色が変わるって言ってるよ。誰だか分かったわ。どうなったか見てみる？もちろん、秘密が見つかるかもね。こんにちは。オレンジ色とピンク色とバイオレット。どれが一番好き？スー、視聴者抜きで色のゲームをしてるの？今日の開封のヒントを教えてるな。クイズはもう終わり。バービーカラーリピールを開けるんでしょ？やることがたくさんあるよ。そうね、たくさん開けなきゃならないから。じゃあ早速開けてみよう。まずは動物をモチーフにした5つのマーペットから。1つのパッケージに5つ入ってるから嬉しいわ。そして5つのチェルシー人形。うわぁ、6つのサプライズがあって、人形は僕と同じくらいのサイズ。最後は5つのフルサイズのバービーの人形と7つのサプライズ。楽しみね。カラーリピールの人魚とマーペットみたいに早く色を変えたいな。そんなに色を変えたいの？じゃあ開封するパッケージを選んで。すでに綺麗な色のチェルシーを選んでおいたよ。僕がやってみてもいい？もちろんよ。私もチェルシーの人魚を開けたかったの。行くわよ。じゃあ見てみよう。大きな袋には人形が入ってるの。早く会いたいわね。じゃじゃーん。ピンク入りのブロンドだわ。トップと尻尾もピンク色。でも違った色が隠されているから見てみない？ぬるま湯が必要だから入れ物の上まで入れてみよう。うーん、届かないよ。スー、ちょっと助けて。サムチン、ちょっと待って。ケチケチしないで、もっと入れれば人魚が喜ぶよ。次は髪の毛が濡れないように持って、こうやってチューブの中に入れるの。うわぁ、水の色が変わってる。すごい、うん、魔法みたい。早くどうなるか見てみたいわ。次は水をかき混ぜてみよう。はっ、見て、まるでピンクの楽園。お風呂に入る時間だよ。スー、僕の人形を見て。サムチン、かき混ぜてあげる。スー、ほんと魔法だね。オーロラみたい。スー、水から出してみて。1、2、な。3、うわぁ、すごい。青と白のキラキラな尻尾を見て。トップも尻尾にマッチしてるわ。この子は虹色の尻尾に黄色のトップ。おしゃれね。スー、次はアクセサリーを開けてみよう。うん、準備完了。これはプリンセスの王冠よ。頭につけてみよう。うーん、サンゴでできてるみたい。このトップは髪の色とお揃い、ぴったりだわ。小さな櫛で髪を溶かせるし、ヒレの一部にもなるの。スーが僕の人形を見てる間にこっちも見てたけど、両方とも可愛いよね。この虹模様大好き。私はこの子の方がいいかも。待って、顔を見て。どうすればいいのか知ってるよね。氷水で顔を洗ってみよう。サムチン、見て、隠れたメイクが見えてきたわ。気になるからこの子も見てみよう。ああ、見えてきた。隠れた模様が見えてきたわ。すっごく綺麗。スー、次を選ぶのを手伝って。なかなか決まらないんだ。今日見てないのにすれば。じゃあとっておきの方法で決めてみよう。目を閉じて。よし、マーペット。早く中身を見たいわね。大きなオレンジ色の貝が入ってたよ。スーのは？明るいピンク色。開けてみよう。
マーペットには小さな王冠とネックレスがついてくるの。すっごく可愛くない？海に住んでるのになんでタオルが必要なの？色を変えた後拭くためじゃない？ここでは同じに見えるわ。じゃあ早速本当の姿を見てみよう。じゃあ水に入れるわよ。じゃあよく動かして色を落としてみよう。あ、色が変わってきた。まだす、タオルを持つのに飽きてきたよ。ほら見て、黄色とオレンジ色のマーペット。私のは紫とピンク色、尻尾の色は貝殻と一緒だわ。アクセサリーがお似合いだね。写真を撮りたいけど、どこに置けばいいと思う？貝殻はマーペットが座れるようになってるのよ。よし、次はいい角度を見つけなきゃ。サムが写真を撮ってる間にフルサイズのバービーともう一人のチェルシーを紹介するわ。スー、どんな色になるかかけてみない？うん、大きな方が紫色になると思うわ。サムのは？見て、チェルシーの人魚の水がピンク色になってきた。ヒントかな？わからない、自分で選んで。ピンクになって、色を見てみよう。行くわよ。1、2の3。やった、サムの言った通り。明るいピンク色の尻尾を見て。いいじゃん、すごく可愛いよ。アクセサリーを探してくるね。見て、尻尾はターコイズとピンクと紫ですっごくカラフル。綺麗ね。サプライズの袋が4つあるから見てみよう。うわー、小さなヘアブラシと鼻の形のスポンジ。スー、準備ができたよ。まだ顔の模様も見てないの？大丈夫、今やるから。うわー、魔法みたい。氷水はメイクと髪の色を変化させるの。すっごく綺麗じゃない？おしゃれで風通しのいいピンクのヒレをつけておいたわ。今度はフルサイズの人魚を開けたいんだけど、スーは誰を選ぶ？この貝殻の可愛いマーペットが先。もう待ってないよ、爆発しちゃいそう。そうすればいいの？じゃあ少し急いでみるわ。はい。よし、これで OK。 この尻尾を見て、パステルカラーみたい。トップも綺麗だし。マーペットも可愛いよ。冠は海藻みたいだね、面白い。この子のメイクを見てみよう。氷を使えば本当の髪の色が見えるわ。うわー、綺麗。人魚にもいろんなスタイルがあるのね。人間みたいにすっごくユニーク。スー、色変えたいんだけど、全員見てからにするね。次に行ってみる？うん、次はサムチンが選んでみて。アンダーザシー、サム待ってるからね。うーん、あとちょっと。うわ、間に合った。次はピンクの髪のチェルシー人魚。尻尾もピンクになると思うけど、すぐにわかるわ。うーん、このプロセスは最高。サムのマーペットは？水色を選んだんだけど、あれ、マーペットは？ここよ。よし、ティビタバー、なくしちゃったかと思ったよ。びっくりさせないで。じゃあマーペットを見てて。私はチェルシーをチェックするから。すでに色が変わってる。尻尾は何色かな？ピンク色はヒレでミント。アクセサリーをつけてみよう。うわー、ずぶ濡れ。大変だったけど楽しかった。こんにちは、サムチン見て。見た目はデリケートで優しそう。ミントのトップは王冠とお揃い。僕はこの青が大好き。青くなっちゃおうかな。その間に次に行ってみるわ。この綺麗な海のプリンセスを見て。それぞれの色から選びたいからこれにしたよ。
ダイビングの時間よ。ふぅ。お待たせ。うわぁ、この二人を見て。ブロンドの方はカラフルなトップと尻尾だから熱帯の島から来たみたい。こっちは氷のような青。うわぁ、冷たそう。サムチン、ちょっと待って。よし、これでいい？スー、メイクが気に入らなかったら元に戻せるの？マジックを見せてあげる。よく見てるのよ。ぬるま湯で顔を拭けば。はい、元に戻ったわ。助かったよ、スー。ありがとう。あ、姉妹を選んだみたい。よく似てる。この子たちはヤナとフォンタナ。うふん、楽しいね。素敵な名前ね。人魚で水をかき混ぜるのを忘れないで。ピンクとターコイズの色を見て。すごいよね、ピンクは大好きな色だから。興奮してきちゃった。うわー、綺麗な色。黒とターコイズと紫だわ。サムチン、チェルシーをお願い。うん、準備中。助けて、ティビダバー。綺麗な顔。三日月のチョーカーがついてて、トップはおしゃれな星模様。それに妹もいるの。二人ともすっごくお似合い。あ、うん、スー、すでに最後のマーペットを用意したけど、始めていい？ごめん、サムチン、始めて。じゃあ、行くよ。1、2の3。早く猫に会いたいな。サムチン、このマーペットのタオルとアクセサリーを準備して。うん、ちょっと待って。持ってきたよ。何か見逃しちゃった？見逃してないけど、今日最後のマジックを見せるわ。よく見てて。じゃーん、アクセサリーも完了。なんてこった、僕にもトリックが使えたらな。サムにもできるわよ。ところで、新しい色を選んだ？まだ。人形もう一回見ていい？聞かなくていいわ、見に行こう。サムは大丈夫なの？うん、新しい色を見る準備はできてる。じゃあ見せて。1、2の。じゃーん。どう思う？色はちょっと明るくしたの？いや、違うよ。よく考えたら、僕はすでに完璧だと思って。そうよね。今日の開封の終わりにぴったりな言葉だわ。みんな、高評価とチャンネルに登録をして、僕らをサポートしてね。自分に自信を持つのも忘れないで。バイバイ。ラララ。困ったよ。助けて。ああ、急いで、早く。ラララ。これあなたでしょ？どちら様？これを見て。どこから入ったの？何これ？あなたをイメチェンします。世界が変わって見えますよ。ああ、電話遅れてれば、サムは週末で出かけてるの。あん、でもどうすれば。このイメチェンにかけてきたのに。今、イメチェンって聞こえた。え？イメチェンだって？わかった。私が何とかしてあげる。何が始まるの？私にも見せろ。押さないで。
さて、バービーちゃん、ようこそば、スーの最高ビューティーサロンへ。まずは準備するからね。ちょっと待ってて。雑誌でも読んでて、面白いよ。よし、私の美容はまず顔パックから。ウェットシートで作ろう。サイズを合わせて楕円に切る。そしたら顔に合うように切り込みを入れる。こう折って目の穴を作るよ。ハサミに気をつけてね。こう。よし、本物っぽくなったね。パッケージデザインもなくっちゃね。よし、小じわを取ってツヤツヤお肌になろう。おや、バービーちゃんも待ち遠しいみたいだね。ではお客様、せっかくの美容の日なので、リラックスして目を閉じて深呼吸。はぁ、おや、人形たちが噂を聞きつけたみたい。ようこそスーの最高ビューティーサロンへ。あー、最高すぎる。そろそろ撮ろうか。それそれ、よし、おう、綺麗になった。うん、次はヘアブラシ。あ、おー、巨大なブラシ。あー、まあ確かに大きいか。あれ、これなんだろう。粘土だ。いい使い道がある。3色を均等に細くして、カラフルなこれをねじる。爪楊枝の先を並べる。そこに透明なマニキュアを塗ろう。裏側に小さな鏡を貼ってもいいね。ねじった粘土はハンドルに。小さくてかわいい。じゃあ髪を溶かしますよ。頑固に絡まった髪もほどけちゃう。この髪はどうかな。私も髪カールさせたい。じゃあ用意してあげるね。ちょっと待ってて。プラスチックのスポイトを切る。筒を2つ作って片方に押し込むよ。こんな風。でもまずは見た目をきれいに。よし、これをさらにグラマラスに。そしたら使いやすいように切り込みを入れる。というわけでこんだけできた。バービー、準備はいい？どうやって使うの？一房取ってこうやって止めるの。私もそうしたい。わあ、本物さながらね。熱を与えて髪を固定しよう。さてさて、出来栄えは？外すよ。わあ、あれすごい。すごい。うんうん。最後のローラーを外す。やった。ヘアスプレーでスタイル維持。これでよし。世界一のバービーになれた？大失敗じゃん。おやおや、こっちの二人はちゃんと説明見てなかった？待ってて、綺麗に直してあげるから。じゃあお次、メイクなくしてイメチェンなし。空っぽのペン軸で口紅を作るよ。片側をグルーで塞いだら、短い方が土台になる。急いで乾かそう。ありがとう、バービー。新しいメイク試すの楽しみ。力を加えて、あーはん、もうすぐできる。中身は爪楊枝で作ろう。ホログラムテープでメタリックな部分を作っていくよ。キャップも忘れないでね。あとでね。まずは中身を刺してマニキュアでピンクに塗るよ。蓋を閉めたら出来上がり。スーの特製リップ使うよ。それどうかな。わあ、色が似合ってるじゃん。
お友達にも一本ずつ。はい、どうぞ。おう。これ、マスカラブラシに見えるよね。取っ手はプラスチックのストローで作る。そしてこれがケースになるよ。ダクトテープで中を隠す。よし、それから可愛い飾りもね。わあ、綺麗に出来上がり。新しいマスカラをつけよう。ほら、見てごらん。それそれ、まつげが長くなってく。風で飛んでくかも。メイクの仕上げはアイシャドウのパレット。わあ、超クール。光るテープで形を作ろう。こういうミラーがあればいつでもメイクが直せるね。すごく便利。そしたら両面テープをここに。台紙を取って、パレットが閉じるようになる。これでよし、最高。お、オリジナルの飾り付けをする。いいね、綺麗にできたよ。じゃあ今日は何色の気分？わあ、この色はグレーの瞳に合うね。綺麗。あなたの美しさを引き立てるのはイヤリングね。お薬飲んだ後のこれ使っていい？ありがとう。必要なのはこの2つ。新しいイヤリング。この中にラメとラインストーンを入れる。手伝ってくれてありがとう。本物のダイヤみたいに輝くね。チェーン、チェーンもつけて。余分を切り取ってチェーンをつける。細い針金で固定するよ。スーのジュエリーハウスの新商品でございます。はぁ、後で自分の分も作っちゃおうっと。さあ、もっと綺麗になったね。ああ、うん、ま。困ったな。爪の補修が全然じゃない。それ。この手があった。色のついたクリップを使おう。といっても、使うのはこのゴムのカバーね。ここに針と糸を通して、もう一度戻る。糸で輪っかを作るよ。そしたら筆先をちょっと取って糸で巻く。それをビーズに差し込んだらマニキュアの完成。毎日塗り続ければ数日で爪が元通りに。ふんふん、なるほど。ちょっと、まだメモってる。そうね、忘れないように全部メモらないと。ウレタンシートを使って小さなノートを作ってみよう。ここに紙のアプリケをのり付けして、切り抜く。よし、できた。これを2つ用意する。種を乗せて本物のスイカみたいにしよう。これだけページがあれば十分だよね。夏を連想するスイカ型のノート。私のおすすめ美容ルーティーンも書いといて。はい、鉛筆。どうやら気に入ってくれたみたい。手に似合うジュエリーも欲しい？そんなにストローいらないでしょ。ちょっと、いるってば。ブレスレットを作るよ。あーはん、あとはラインストーンもいる。切り込みを入れると腕にはめやすいからね。わあ、まるで夢みたい。ダンスパーティーにつけていこう。あとは靴が微妙かもだよね。綺麗なサンダルを用意しよう。ずっと綺麗。でももうちょっと仕上げるね。いい靴は見た目じゃなくて機能も大事。
さあどうだ。ほら見て、とっても可愛いよ。二人とも喧嘩しない。うわ、うん、でも全部持って帰れない。急いでバッグを作ってあげる。ほら、たくさん入るかわいいバッグ入れてくよ。マスカラ、リップ、まだ入る。わあ、全部入った。やったね。さてバービー、イメチェンは気に入った？とっても気に入った。心が生き生きする。大成功だったな。こんだけ作ったって知ったらサムも驚くぞ。あれ、なんだろう、誰が来たのかな。ありがとうございました。その、今日はもう閉店です。サム早く戻って。なんてことしてくれたの。サム早く帰ってきて。そう、落ち着いて。あと1週間こっちにいるから、みんなに高評価お願いしといて。ほんじゃーん。気持ちいい。最高だな。なんか変な感じが。大丈夫だって、ただの悪夢だよ。最悪だよ。泡風呂に入ってリラックスしてたら僕パイナップルになっちゃったんだ。笑い事じゃないよ。自分が果物になったらどうかって考えてみてよ。やだ、怒んないでよ。怖かったんだね。でももう大丈夫。サムに見せたいものがあるんだ。パイナップル？おいで。泡風呂は南国果実との相性抜群だって証明してあげる。やばい、待ってよ。みんなこんにちは。ご覧あれ、バービーカラーリビールセットだよ。パイナップルの匂いのサプライズだって。パイナップル型の容器だね。すごい。スー、ここに泡って書いてある。どういう意味だろう。まだわからないけど、すぐわかると思うよ。25個のサプライズを開封するんだ。ねえスー、箱の裏側を見てよ。さて、わあ、みんなも見て。シリーズのお人形全部だ。他にはストロベリーとウォーターメロン。各セットにはお人形1体、ペット1匹、ルック2種類、キネティックサンド、ウェアラブルサプライズ、その他が含まれてるよ。すごいよね。読んでないで開封しようよ、ね。わかったよ、始めよう。まずはこの部分を下に引っ張って、こんな感じ。すでに何か見えるよ。わあ、ほんとだ。横側を外そうか。頑張れスー、急いで。わあ、やばい。見て。わあ、なんてこった、袋がたくさん。後で開けてくね。
まずパイナップルを取り出そう。まずい、僕嫌な予感が。あ、パイナップル型のバスタブみたい。そんな、バスタブ、パイナップル、最悪の悪魔だよ。落ち着いて、今度は果物に変身しちゃわないから、多分。ふざけないでよ、スー。最後に人形が入ったバービーカラーリビルのチューブだよ。みんな、バービーカラーリビル開封は以前にもやってるんだ。他の動画はチャンネルページから見つけてね。人形から開けよう。早く会いたいよ。やん、サムチン、かわいい。よしと、袋を出すために蓋を回さないとね。指示を出してよ。正しい手順でやりたいんだ。それから、お人形が登場。今は全身ピンクだけど可愛いね。第一段階用の袋だよ。水は必要ないんだ。よーし、あー今日は楽しくなりそうだね。あわあわタイムだよ。みんな、蓋はしっかり閉まっているように確認してね。そしたらよく振っていくよ。イエーイ、ふりふり。わあ、みんな見て、チューブの中の泡が綺麗。中身がよく見えないけど。説明によれば、次はお風呂の時間だって。了解。よし、手を使って取り出すね。ピンクのペイントが全部落ちてるといいけど。はい、スー、どうぞ。ありがとう。さてと、わあ、かわいいね。縞模様の水着が気に入っちゃった。パイナップルの匂い、いい匂いだね。そろそろ取り出すね。スー、怒んないでね。僕待ちくたびれていくつか袋を開けちゃった。ああ、大丈夫だよ。これだけ貸して。よしと、素敵なカールのエクステだね。つけてみよう。いい感じだね。マットとパラソルもいい感じ。次はこの袋。お人形の可愛いペットだ。見て見て、可愛い。このビーチバッグを見てよ。必要なものを入れたんだ。この透明バッグ可愛い。中には、わあ、信じられない、ステレオだ。スマホが入ってる。いいね。それだけじゃないよ。おいしいおいしい南国カクテル、ストローと傘付き、あと、じゃん、日焼け止め。夏には欠かせないね。スー、これ開けてくんない？あ、僕やることがあるんだった。すぐ戻る。みんな、ちょっと魔法を使うね。わあ、たくさん。ねえ、僕分かっちゃったな。スポンジ、靴、手首につけられるアクセサリー、素敵なピアス、パイナップル型だよ。よし、そしたらどうなるかな。いくよ。メイクが鮮やかになった。赤い口紅に緑のアイシャドウ。この髪には何かありそうだよね。しまった。わあ、見て、サムの言う通り、変身したよ。お人形の髪と水着もね。みんな見て、甲羅に素敵な模様、水も吐けるよ。史上最高のバービーカラーリビールセットだな。サプライズはまだあるよ。開封を続けよ。もっと袋があるの？まだ終わりじゃなかったんだ。そうだよ、袋はたくさんあるんだから。あー、素敵なお洋服だね。ワンピ、シャツ、スカート、それからこれは砂場だ。この袋開けてよ。中身はサンドだと思うんだ。わかったよ、始めよう。まずは、よし、行くよ。もう、あ、本当にサンドだ。他には、わあ、パイナップルのチャーム、かわいいね。セットを全部見たい？ついてきて。あげようか。じゃん、一日中練習してたんだ。やった、サプライズ。
僕の魔法が気に入ったら高評価してね。はあ、早くウォーターメロンを開けたいな。好きな匂いなんだ。行くよ。変だな。ちょっと。わあ、よしだ。待って、人形が入ったチューブは？今度は僕が泡をやっていい？うん、けどこれが必要だよ。はい。ありがとう。さて、私たちは袋を開封していこう。見て、砂場はパラソルの一部にもなるんだ。見て、今度はペイントの色が違うよ。泡の色もターコイズなのかな。このイルカはターコイズだよ。私イルカ大好き。うん、スーの言う通りだ。ブレスレット、ピアス、日焼け止めも見つけたよ。わあ、今度は紫のステレオだ。すごいね。ビーチバッグもあるよ。鮮やかピンクでキラキラ。中にステレオを入れよう。ぴったりだね。こっちは何かな。なるほど、またスポンジか。また冷水が必要みたいだね。サムチン、何？冷水持ってきてくれない？いいよ。さて、お風呂タイムだよ。サムチンはしっかりフリフリしてくれたみたいだね。よしと、やった楽しいな。冷水だよ、スー。ありがとう、サムチン。ぴったり。冷水の魔法でメイクがどう変わるかな。水着も。わあ、綺麗。スーがお楽しみの間に僕はサンドに取り掛かるよ。みんな、髪を見て。ターコイズのメッシュ。最高。サムチン、ちょっといい？万博なんだから。ペットのイルカを見てみよう。色が変わるのかな。わあ。何？スー、見て、ビーチバッグにスイカの種。すごい。そう、サム師匠による完璧ウォーターメロンルークをお見せしよう。さてさて、どうしたものか。じゃん。よし、見てよ。みんな、これが今日最後のセットだよ。ストロベリーサプライズ。いい匂いだね。ちゃっちゃっちゃ。だね。人形から始めていこう。どどん。次は紫色のペイントだよ。魔法の液体泡は変な色だね。理由はすぐにわかるよ。慎重にチューブに流し込んで、蓋をしっかり閉めたらよく振ろう。準備はいいかな。楽しかったね。見て、泡がいっぱい。もう泡風呂も怖くないよ。じゃあお願いしたいことがあるんだ。了解。袋を開けていこうか。どれから。わあ、開いちゃった。スー見て、髪をつけてメイクをしたよ。いいね。これ借りていい？お人形のペットのタコだよ。タコの秘密を暴こう。わあ、斑点が出てきた。すごいね。それで？サム、洋服を着せてあげないと。わかったよ。お洋服を見てみる？一つ目の袋を開けて中を見てみよう。わあ、鮮やかな色。 T シャツだ。トロピカルな葉っぱが気に入っちゃった。二つ目の袋だよ。中には何が入ってると思う？あ、ストロベリーのドレスだ。最高の夏ワンピだね。三つ目の袋にこれが入ってたよ。でもなんだかわかんないや。スカートだよ、サムチン。ああ、よし、それならこれは靴かな。ドラムロール。わあ、すごい。ピンクのハイヒールだ。しかもオープントゥ。かわいい。早くこの子とビーチに行きたいな。紫のリュックを用意してあげよう。ビーチではさっぱりしたカクテル。日焼け止めがいるよね。あとは黄色いステレオ。全部準備できたよ。よし、
あとは私が準備するだけみたいだね。大丈夫だよ、待ってるよ。みんな、お人形を全部見てみよう。じゃじゃーん、これでみんなビーチに行く準備ができたね。どうサムチン、開封は最高だったね。みんな気に入ったら高評価してチャンネル登録してね。お知らせボタンをオンにして新着動画をお見逃しなく。バイバイ。またね。ちょ待ってよ。スー、ねえスー、ちょっと助けてほしいんだ。どうしたの？寝てたんじゃないの？アメリカンアイドルに招待されたんだ。信じられる？一体どうすればいいと思う？大丈夫よ、落ち着いて。曲とバックアップダンサーとバックアップシンガーが必要。やることがありすぎてデモテープが間に合わないよ。誰に助けてもらうか分かったわ。すっごいパフォーマンスになるわよ。はい、来て。スーだったら助けてくれると思ってたよ。こんにちは。今日はすっごくクールな開封をするつもりよ。これを見て。あ、カラーリビルドールのピンクメタリック。その通り、可愛い子ばっかりだからスターにはぴったりなの。7つのサプライズ入りのグリッターシリーズは他のカラーリビル人形みたいに特殊な塗料が塗ってあるの。思い出した、他の人形は青とか銀色だったっけ。忘れちゃったけど、僕らのチャンネルで探してみてね。どの人形だか見分けるためにぬるま湯に浸すのよ。冷水に浸せばボディースーツとメイクが見えるの。さらにイヤリングと靴とスカートとヘアエクステンションも。じゃあ早速開けてみよう。箱を開けるためにタブを引いてパッケージを剥がすの。うわー、中の袋はホットピンク。早く中身を見たいな。うん、みんな僕がやってることを内緒にしてね。コレクターガイドはどこかな。あ、あった。うわー、かわいい人形がいっぱい。いろんな種類があるのね。リボンのこと、ハートのこと、キラキラのこと、スターのこと、ダイヤモンドの子。最初はどの子かな。じゃあ開けてみよう。ハサミには気をつけてね。スー、大変だ。パッケージを開けたら大変なことに。大丈夫よ、この人形を開けてから手伝ってあげるから。もうサムチンたら。じゃあ行くわよ。うわー、すごい、紫色のメタリック塗料が塗ってあるわ。素敵ね。メタリック、それって曲のジャンルのこと。サムが曲を考えている間にお風呂に入れてみよう。チューブの中のマークまで水を入れるの。よし、じゃあ変身する準備はできてる。入れるわよ。うわー、かき混ぜると魔法みたいに見えるの。うわー、鮮やかな髪。ボディースーツは星模様の青緑色。でもタオルが必要だわ。じゃあちょっと待っててくれる？スー、お風呂の歌にしようと思うんだけど。サムチン悪いけど、これ貸してね。じゃあ他の歌にするよ。じゃあこの子をよく見てみよう。出てきて。大きな青い目と綺麗な眉毛。エクボがあってそばかすもたくさん、かわいい。
ボディースーツとタイツはピカピカでキラキラ。それに星の色が変わったわ。次は袋を開けてみよう。水に濡らさないように書いてあるわ。よし、ヘアエクステンションだ。すっごくカラフルね。でもカツラじゃなくてクリップで留めるポニーテールみたいね。見て、すっごくキラキラで可愛いわ。次は小さな袋の番。中に入ってるのはイヤリングだ。青くてキラキラのリングになっててすごくスタイリッシュ。この袋の中身は何かな。じゃあ開けるわよ。うわー、すっごい。すっごくおしゃれな靴。ステージ用にデザインされてるわ。ストラップが3本あるハイヒール。残りは1つだけ。中身はもう分かってる。じゃあ開けるわよ。スカートだわ。すっごくキラキラ。星空のような模様でピカピカ。ベルクロを剥がせば簡単に履かせられる。じゃん、これでステージ衣装の準備完了。髪は人形の色にぴったり。ポニーテールをつけてみよう。よし、人魚でさえ憧れちゃいそうな髪。次はスカートの番。ぴったりフィットしてサイズもちょうどいい。もちろんステージ用の靴も履かせないと。イヤリングも忘れずに。スー、何かが足りないのに気づいた。サムチン、本当に助かるわ。ありがとう。じゃあ氷を使って最後のタッチをしてみよう。ボディースーツに触れてっと。うわー、唇にもこんな感じ。うわー、口紅の色を見て。これでサムのバンドの最初のメンバーは準備完了。すっごくおしゃれね。気に入ったら高評価してね。スー、曲を思いついたよ。うわー、綺麗だね。僕も衣装を着ないと。サムが衣装を考えてる間にもう一つ開けてみよう。すぐ戻ってくるね。じゃあ次のバービーを開封してみようか。サムは魔法なしで開けられなかったみたい。行くわよ。うわー、やりすぎちゃった。よし、まずは全部取り出してっと。サムチン、開封するのを手伝って。まだ準備終わってないけど、ちょっとだったらいいよ。サムはコンテストでみんなをびっくりさせることになるけど、それっていいことなのかしら。よし、出てきた。ボディースーツの模様が見えるけど、どんなルックスなのかわからないわ。スー、終わったよ。はい、じゃあ袋を貸して。何のために必要なの。インスピレーションを得るためだよ。わかったわ。ねえ、水を持ってきて。ああ、違った髪型をしてて、それぞれユニークだわ。スー、水はオッケーだよ。このルックスはどう。西部劇じゃないんだから、よく考えて。うん。次は水泳の時間よ。はい、チューブに蓋をしてみよう。見て、魔法みたい。じゃあ振ってみよう。シェイクシェイクシェイク。スー、どう思う。見て、シェイカーララララタタララ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 、ルトゥルトゥトゥ。すっごく綺麗だと思わない。ヘイヘイ、疲れちゃった。うわ、片方はブロンドでもう片方は青い髪。素敵ね。じゃあ見てみよう。ボディースーツはダイヤモンドと星模様。どんな色になるのかな。やった、星がカラフルになったわ。ダイヤモンドはホットピンク。変わってる。唇を見てみよう。かわいい。袋の中身を返すよ。インスピレーションが得られなかったんだ。どれがどの人形のものなのかわからなくなっちゃったわ。このスカートはピンクのこのかな。スターの僕よりもこの子たちの服を見分ける方が簡単だよ。そうね、結構すぐに分かったわ。アクセサリーとスカートを見て。本物のスターみたい。
もうすぐサムのコンサートだから最後の2つを開けてみよう。じゃあ水を入れるわよ。よし、オッケー。スー、かっこいいでしょ。サムチン、審査員と観客のためにサングラスを用意しなきゃね。見て、リボンの子とハートの子だわ。同じ髪型だけど髪の色が違うわ。でも両方目は茶色。じゃあ色の変化を見てみよう。じゃーん。二つ目もじゃーん。僕のメガネを見て。いや、いいじゃない。うん、そうでしょ。次は服とアクセサリーの番。やった。どれにしよう。これじゃないし、これもいまいちだな。これは派手すぎか。うわ、これにしよう。スー、スー、このジャケットを見て。うわ、本物のロックスターみたい。やった。あとは髪をつけるだけ。すっごくクールでしょ。サムの髪を忘れてた。ちょっと待ってて、サムを手伝ってからリハーサルするから。サムチン、まだなの？もうちょっとだよ、スー。もう我慢できない、開けちゃうわよ。行くぞ。みんな踊ろうぜ。わんぱくスライムさん、ロッキングスライム、揺れる笑顔を見せてくれ。俺が一番だ。俺のギターソロを見てくれ。じゃーん、じゃ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 ん。イエーイ。オーイエーイ。トゥルー。サムチン最高だったわ。このリハーサルが気に入ったら高評価してね。サムチン、コンサートはいつなの？もっと大きな声で歌ってよ。スーは招待状を見て。どこにあるのかしら。もっと激しく。スー、サム、どうしたの？あれはただの夢で、招待はされてなかったんだ。待って、アメリカンアイドルで演奏するんじゃなかったの？バンドもいるじゃない。そうだね、ありがとう。じゃあツアーの準備をするよ。バイバーイ。今日の開墾はどうだった？チャンネル登録と新着動画を見逃さないようにベルボタンを押してね。バイバーイ。タランラ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 ン。あー、最高。スー、横になってるの飽きたよ。何がしたいの？バレーボールしよう。チームスポーツは二人じゃ無理よ。痛い。チームメイトはいるもん。そう？なら私もチームを編成するわ。誰と？教えてくれないの？自分で調査するよ。こんにちは。私たちバレーボールをすることにしたの。チームメイトは。5人の中のどの子が入ってるかしら。丁寧に引っ張って、包装を剥がして、キャップを外して、
お人形を出しましょう。みんな、僕はスパイだよ。サム、ちょうどよかった。見つかっちゃった。なんで隠れてるの？シューのチームが気になってさ。珍しい色ね。名前は後でわかるはずよ。次はピンクの袋を開けましょう。クエスチョンマークが書いてある。この2つは大きいわね。これは何かな？説明書ね。見てみましょう。お人形を温かいお湯に入れたら色が変わるのね。服を着せて氷で変身させましょう。わかったわ。やってみましょう。まずお人形を開けて、ハサミには気をつけてね。サム、お湯はできた？準備できたよ。あったかいよ。容器にお湯を入れましょう。うん、いいわね。みんな、用意はいい？入れるわよ。絵の具を落とすためにお人形全体をお湯に入れるようにしてね。うわあ、見て、綺麗。はい。うわあ、綺麗な子ね。まずタオルでよく拭いてあげましょう。よし、水着を着てて可愛いわ。どれから開けようかな。大きいのにしよう。何が入ってるかな。うん、やっぱり髪の毛ね。綺麗だわ。2色のウィッグよ。次の袋はこれ。えい。これは何かしら。お花の形のメイクスポンジね。小さい袋を開けるわね。えい。赤い靴、素敵。最後の袋ね。スカートじゃないかな。開けてみよう。白と黒のストライプのスカート。シュー、氷を持ってきたよ。ありがとう、サムチン。今から使うわね。サム、あなたも氷水に潜る？この子を可愛くしてあげましょう。わあ、見て、綺麗。こっちの目もね。口紅も赤だわ。次は髪の毛を冷やしましょう。綺麗なメッシュが入ったわ。見て、すごい。よく似合ってるわね。パンダの衣装を着せてあげましょう。まずはビッグ。三つ編みにもできるわね。スー、どこにいるの？ここよ、サム。サムは面白いんだから。スカートを履かせましょう。ふわふわしてて素敵。靴も忘れないで。かわいい。そう思う人は高評価してね。今回は早く開けましょう。次は誰かな。待ちきれない。まずお人形を取り出して変身するの、早く見たいわ。出ておいで。今回はお人形を入れてからお湯を入れるわね。よし、開始。どんどん色が変わっていくわ。さっきと同じパンだね。さっき開けたお人形の双子の姉妹みたい。でもパンダは何人いてもいいじゃない。パシャンパシャン。綺麗に拭いてあげるわね。さあ、変身の準備は万端。
お楽しみの始まり。今回はハートの形のスポンジだわ。ストライプのスカート、2色の髪、それからおしゃれな靴。美人さん、メイクをしましょう。スポンジを氷水につけてちょっと絞って、顔を拭いてメイクアップしてあげましょう。髪もね、綺麗なメッシュが入ったわ。最後にドレスアップしましょう。はい、出来上がり。2つ同時に開けようか。サムチ、どのお人形が入ってると思う？また同じ子が2人入ってたら、1人はあなたのチームに入れていいわよ。それはないでしょ。同時に全く同じ子が出てくるなんてさ、可能性はあるわよ。でも違ってたらいいな。さあ始めよう。まずは中身を全部出して、全部の袋をね。2個目のお人形と一緒に入ってる素敵な袋、全部容器にお湯を入れましょう。さあ入って。ドラムロール、ワクワクする。さあ、絵の具が落ちるのを見てるとうっとりしちゃう。全身沈めましょう。少し振って、はい、じゃーん。あら、全く同じお人形だったわ。サム、賭けに負けたわね。負けてないよ。一人はソックスを履いてるもん。そもそも賭けなんてしてないし。双子を見分けられるように残したのよ。お人形を変身させましょう。二人目も。いいじゃない。おっと、メッシュはどうかな。うわー、ターコイズブルー、魔法みたい。服を着せてあげましょう。この子に残しておいたソックス、剥げてきちゃったから取るわね。一人目のユニコーンガールの完成。綺麗な色ね。2人目の髪もできたわ。完璧ね。私のチームとサムのチーム。あれ、最後のお人形は？ここだよ。もうお湯に入れたから出してあげて。ありがとうサム。見てみましょう。わあ、みんな見て、新しいお人形よ。おしゃれな子。水着と髪の色が合ってる。サム、袋は？袋？そんなのなかったよ。サム、氷ですよ。ありがとう。スポンジはちょうだい。さあ、どんなメイクかしら。うわあ、綺麗な色。シンプルだけどおしゃれ。出来上がり。うわあ、みんな見て、紫とラズベリーのメッシュよ。ウィッグは赤、水着の猫の絵と同じ色ね。スカートを履かせてみよう。丁寧にね。スカートはオレンジ色で、黒のリボンと白の水玉模様よ。この女の子にはスニーカーね。さあ、メンバーが揃ったわ。みんな、開封動画面白かった？楽しんでくれたら高評価とチャンネル登録してね。
そしてどっちのチームが強いかスーに思い知らせてやる。スー、僕たちが勝つに決まってるよ。悔しい？よし、勝つぞ。サーブして。えい。楽しい。あなたもお家でチームを作ってみてね。僕の番だよ。すぐ行くわ、サム。みんな、またね。またね。今年最大のイベントへようこそ。今回も私サムが司会をお務めいたします。女性陣に温かい拍手をお願いいたします。こんばんは。今日はスーのコレクションを発表いたします。盛大な拍手をお願いします。どうもありがとう。光栄だわ。今日はウィッシュドットコムのコレクションを発表するわね。中身を一緒に見ていきましょう。パッケージを開けて。わー、いろんなものが入ってるわ。すっごい。はい、もっと、まだまだあるわ。これで最後よ。すごい量じゃない？まずはこのチャーミングなドレスから。ランウェイは横に置いといてと。あー、かわいい靴。次が一番のお楽しみの素敵なドレス。スカートがふわふわでゴージャス。でもこのままじゃファッションショーには使えないわ。サムにアイロンをかけてもらおうっと。他には何があるんだろう。いいわね。このベールはこのドレスにぴったり。もちろん靴も合うわね。ストラップ付きのハイヒール、サム。スーさんお呼びですか？これをショーのために準備しておいて。わかりました。その間に素敵なストッキングを見ていこう。繊細なレースが綺麗。それにストレッチもよく効いてる。じゃあこの洗練されたコレクションからあといくつか衣装を準備してみよう。じゃあ余計なものは片付けないとね。いくわよ。うまくいったわ。他にはどんな服があるんだろう。見ていくわよ。これは鮮やかな色使いのドレスね。柄も可愛い。これもアイロンかけてもらおうかな。見て、この長い裾、綺麗ね。次は他のアイテムを見てみよう。あー、このストッキングいいわね。ドレスの柄とマッチしてるわ。この靴はバラのデコレーション。なんて高いヒールなの。じゃあウェディングドレスを開けてみよう。ドレスだと思うんだけど、チェックしてみよう。毛皮のコート。花嫁はカナダとかロシアみたいな寒いところに住んでるのね。毛皮のコートは置いておいてドレスを見てみよう。すっごい、なんて豪華なドレスなの。このレースと繊細な袖を見て。スカートもふわふわ。うん、花嫁になるのは誰かしら。この子にしようっと。サムが来るまでドレスは置いといてと。これもドレスと一緒に使うのね。このチュールは多分肩にかけるのかな。このストッキングも可愛いでしょ。プラットフォームシューズもすごくおしゃれ。次は明るい色のを開けてみよう。準備はいい？この青色のドレスもとっても素敵。まずはストッキングから。この水色のストッキングは他のとは違う編み方ね。次は靴の番。おしゃれでしょ。青くてファッショナブルでコーンヒールがおしゃれ。次はメインイベントのドレスの番よ。綺麗なサテンでできててレースの飾りがついてるわ。豪華ね。次はこの袋の番よ。
出てきたわ。見てみよう。色はとってもおしゃれなゴールデンベージュ。レースも綺麗で最高。靴も見てみなきゃね。ああ、花飾り付きね。これはジュエリーかな。あはー、細かいところまで上品にできてるわ。このコレクションで一番おしゃれなパンツルックよ。見て、カウボーイブーツよ。可愛くない？カントリーミュージックに合わせてこのブーツで踊るの楽しそうじゃない？トップスも超おしゃれ。こんなの大好き。見て、ピカピカのズボン。ベルトもピカピカ。じゃ、ここにあるドレスを見習いのサムに持ってってもらおう。サムチーン、なんでしょう。これを持ってって。はい。じゃあ整理できましたよ。早かったわね。最初のプリンセスに着せてみよう。じゃあまずはこの子から。着替えるわよ。この服はもう流行遅れ。ズボンも脱いでイメチェンしましょう。美女と野獣のお姫様にしてあげる。みんな、私の王子様見た？あ、できましたよ。みんな、ランウェイの時間ですよ。皆様、エレガントなスプリングコレクションをご覧ください。トップモデルに拍手をお送りください。ファッションショーを始めます。ゲストはエレガントな黄色のパンツルック。よくご覧ください。次のトップモデルのアマンダは豪華なウェディングドレスを着ています。彼女の綺麗な白い靴をご覧ください。次はプリンセスのドレスを着たモニカです。素敵ですね。肩に巻いた見事なゴールドのショールをご覧ください。次はメキシコ出身の美女シルビアです。皆さんこんにちは。このレースはイタリアの巨匠の手作りなんです。シルビア、今日の君はとっても綺麗だよ。そして次のドレスをまとっているのはアンジェリカです。今回のコレクションで一番おしゃれなドレスです。この綺麗なドレスの花柄に注目してください。素敵な色使いに彼女にお似合いです。次のモデルの登場です。キャシーです。豪華なインディゴのドレスです。このベネチアンレースのディティールをご覧ください。気品にあふれています。はい、チーズ。素晴らしいファッションショーでしたね。ではコメントをいただきましょう。皆さん、少しお話を聞けますか？その間にデザイナーのスーが次のコレクションを準備いたします。みんな、次はカジュアルコレクションを見てみよう。まず最初はこの超おしゃれなレザーの衣装から。見て、このかっこいいジャケット。襟が立ってて反抗的な雰囲気。長袖でこのかわいい T シャツがついてくるの。ねえ、このブーツ見て。このかかとのデザインは今流行りのものよ。あ、このバックルもかっこよくて大好き。最後のアイテムはこのジャケットに合うレザーパンツよ。じゃあ次に行ってみよう。今回は冬服みたいね。かわいい。ポンポン付きのパーカーだ。超柔らかい。このセットにはハンドバッグがついてくるの。小さなポケットと革のストラップがついててかわいいね。このスニーカーはパーカーに合うわね。靴ひもも今年流行の結び方になってる。これに合わせるのはダークブルーのジーンズ。ハイウエストでスリムフィット、気に入っちゃったわ。この袋には何が入ってるんだろう。パリの有名デザイナーの影響を受けたデザインっぽくない？どう思う？
このベレー帽はどんな女の子にも似合うはずだわ。これは可愛いコートね。大きくて深いポケットと可愛い襟と袖、金属のバックル付きのベルト付き。素敵。他は何だろう。これはブーツ。尖ったつま先と高いヒール、雨の時でも快適だね。ハンドバッグはどうだろう。銀色の織模様でリボンがついてるのね。エレガントでシンプルなドレスよ。いつでも女の子を綺麗に見せてくれるデザインね。これも明るい色の衣装ね。サムチンもこのピンクの衣装が気に入るはずよ。何が入ってるのかしら。あ、上品で繊細なストッキングだわ。靴は可愛いアンクルブーツ。お好みでドレスにもコートにもジーンズにも合わせられるわ。あとはこのコレクションで一番可愛いハンドバッグ。お出かけに使えそう。もっと見たいわね。主役の可愛いピンクのドレスにはかっこいいメッセージがプリントされてる。学校の服といえばおしゃれな制服を見せてあげる。準備はいい？ね？このトップスは昔と今風のいいところが組み合わさってて、赤いリボンの飾り付き。そしてこれはストッキング。あまり目立たないけど結構可愛くて、縫い目は後ろ側にあるの。しかもこのカーディガンはベルト付きで、秋や冬でも寒くないはずよ。最後のタッチはカラフルなスカート。ピンクのタータンがかなり目立つわね。このバッグはどう思う？教科書も入るし、簡単に閉じるようになってるわ。学校に行くには履きやすい靴が必要ね。でも今回はレアな赤いバレーシューズよ。もうすぐ冬だから冬服も必要よね。デザイナーは何を勧めてるんだろう。寒い日にも安心な暖かいセーターだわ。ハイウエストのダークブルーのジーンズはどんな上着にも似合うはずよ。これは何だろう。実用的な小さなバックパックだわ。必要なものは全部中に入りそうね。キラキラの手袋は細かいところまでよくできててあったかそう。とっても変わったブーツね。シースルーだからおしゃれな靴下を見せられるわ。寒くてもミニスカートを履きたかったらこのピンクの服がぴったり。何が入ってるのか見てみよう。あ、マフラー。しっかり風予防をできるわね。タートルネックのクールなトップス。それに合うのはあったかい帽子。これがさっき言ったミニスカートよ。あ、このキラキラのベルト可愛くない？次はブーツ。デザインはトレーナーに似てておしゃれね。もっと見たいわね。これはストッキングじゃなくてオーバーニーソックスね。これは小さなリュック。教科書やお弁当を入れられるわ。これが最後よ。何が入ってるか見てみよう。かわいいジャンパー。明るい色でトナカイ柄のクリスマススタイルだわ。次はベルト付きのショートパンツよ。トリコロールがかわいい。それからこの靴も服にとても合うわ。それとポケット付きの暖かいジャケット。最後のアクセサリーは太陽の目をした寒い時でもあったかいフクロウのハンドバッグ。皆様、次はカジュアルコレクションです。8人の素晴らしいモデルをお迎えください。モニカは季節の変わり目に使える上品なコートをご披露いたします。ありがとうモニカ。次のモデルのキャシーはおしゃれな制服をご披露いたします。温かくお迎えください。キャシーの登場です。優等生なんですよ。
次はゴージャスなミニスカートを履いたサマンサです。次はエイミーの登場です。可愛いポンポン付きのパーカーを着ています。次はアンジェリカ、素敵なセーターをご披露いたします。皆様、ウィンターコレクションはいかがでしたか？引き続きサマーコレクションをどうぞ。ではモデルの登場です。おしゃれなアマンダです。エッジの効いたピンクの衣装です。次にランウェイに登場するのはシルビアです。次はメインイベントの時間です。アイアンホースに乗ったアンジェリカの登場です。